モーセと預言者。私たちにはモーセと預言者が与えられています。私たちはどれほど恵まれているのか。私たちが毎週共同体として御言葉を聞く、そして祈る。聞いた御言葉に基づいて動かされて祈る。私たちには不朽の愚かさは示されていた、掲示されていた。なしには私たちが救われない。御言葉なしにはそばにいる兄弟、主人、奥さん、子供、ラザロのように見ることはできない。私たちが主人を見た時には恐ろしい人、兄弟を見た時には考えられない人と見るだけです。けど、そばにいる人はラザロのようにあなたの心に畳んでいます。私たちの人生、ほとんどのことは自分を満たすためです。自分を慰めるため。この贅沢なお金持ち。お金がなくても。だからこそ、主人が私の方から、許し、忍耐、時間などを頼むということを識別することができない。どうして？逆に私が主人をさえも食べようとしています。奥さんも食べようとしています。いろんな形で惑わそうとしています。純粋な心を持っていない。だけど、兄弟たちよ。悪魔に、誘惑に惑わされていても、キリストは私たちの光です。罪に落ちていても、罪の穴に落ちていても、キリストが光です。その光は消えない。私たちが罪を犯しているこのお金持ちと同じように生きていても、キリストは終わります。私が光ではないということはありえないんです。だから私たちがいつも御言葉を聞くことによってその光に照らされます。いつも希望があります。今日は希望があります。今日はキリストご自身が私たちに語る。ラザロは私です。あなたのうるさい主人、耐えられない奥さん、あなたの息子、あなたの兄弟、その癌、その問題において私がいます。そしてあなたの罪で満たせようとしています。あなたの罪を食べたい。その罪を彼に渡そう。それによって私たちが救われます。でも、御言葉を聞かないと、モーゼと預言者に耳を傾けないなら、従わないなら、従順を守らないなら、何もできない。御言葉だけにはその力があります。私たちの心を動かす力、私たちのプライドを出る力、そしてキリストに全てを渡す。自分に残らず、非常に難しい。無理。モーゼという預言者はどこに現れているか。御変容でしょ。タボルの上に。彼に聞け。彼に耳を傾け。変容された人生は何ですか？御言葉を聞くこと。シュマイスラエル。聞け。聞くだけですよ。聞くことによって私たちの人生は全て変容されます。全てを違う形で見えます。私のそばにいる兄弟がキリストであるということを見たら、私は天国にいる。天国はこれです。兄弟、そばにいる兄弟はキリストであるということをわきまえる人が天国に入っています。この識別、この目、この信仰が与えられるように祈りましょう。